久保さん。あの、プラチナカードですね。ちょっと資料読んでて、あとは、まあ、動画のリサーチしてて、これは、あの、元取れるかなっていう算出してたんですよ。まあ、肌感覚で。まあ、結論無理っすね。まあ、無理っていうのは何かっていうと、要は、プラチナカードって、まあ、あの、ん年収今、400万の人でも、しかも、なんか、ちょっと動画見たんですけど、昔は、 あの、ある限られた人にインビテーションっていうかその、特別にゴールドカード使ってて結構使ってる人にプラチナどうですかっていう案内だったんだけども、今一般開放されてて、誰でも直接申し込みができるっていう状態で、なんかその、さっき見た動画が、なんかその、職業 YouTuber でと撮りましたみたいな。そんなに審査緩いんだみたいな。<laughs> まああの僕に来るぐらいですからやっぱ年会費で稼ぐまあアメックスもね年会費で稼ぐっていうところでまあ結構その新規募ってると思うんですよなんでそのうんそこまで希少性ないなと思うんですね で、希少性そんなにないし、まあ動画撮ってる人もまあまあいるし、まあ回ってる動画は回ってたんですけども、うん、まあそ、そこですね。一般でも申し込みができるっていう。だからプラチナカードとブラックカードは、その、なんか DM 来た人だけが申し込めるんだったらそれはちょっと美味しいんですけど、プラチナって今一般で普通に申し込めるんですよね。<laughs> 僕興味なかったんで、あ、それだったらちょっとなと思って、ね、自分で申し込めんすよ。<laughs> で、見たら、本当に自分で申し込めるフォームがあってプラチナのね。マジか、みたいな。うーん。でも、まあ、ネタとして、まあ、あの、まあ、審査に通るかっていうところでね。まあ、DM 来て審査に落ちるっていうのも、審査、DM 来て審査に落ちたら、またもう、それもネタになるし、あれかなって。まあ、ちょっと今、考え中ですけどね。ただ、うーん、希少性は薄いかなっていう感じですかね。はい。まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、その、 これをやったらどれぐらいの算出できるかなっていう大まかな予想を立ててる。 いいいくくっっててうこととがままあ大事かなと思いますねビジネスをやっていく上でで何をやったらどれぐらいになるのかっていうある程度の予想。はい、えー、ちょっと切れちゃいましたけど、えー、っと、まあ、久保さんがネットビジネス始めた時も、その算出。ま、あこれやったらこうなんじゃないか。自己アフリートを見つけたとこうなんじゃないかって予測再三。なんかそのイメージを膨らますことができた。で、それ結構大きいと思うんですよね。うん、でもそれが、でそれが、 うん、膨らまないんであるならば、多分、うん、パワーかけられないですよね。うん、俺には無理だとかね、うん。私にはできないとかだったら無理なんじゃないですかね。はい。いってらっしゃい。